で4日が入学式で、であの昨日今日5日6日とですね、あの高校1年生の子たち、あの、まあ、新入生ガイダンスということでね、2日間ありました。なんでその様子もちょっとね、あのまとめてみましたので、最後にそれをご覧いただいて、もし皆様が来年あの1校選んでくださったら、あの今頃はこんなことがあるんだなっていうのね、ちょっとこう、ね、感じていただければと思います。よろしくお願いします、ね、新入生ガイダンスに見る日大1校らしさ、よろしくお願いします。マスターキーこっち持ってるんですけど、クラスに1個ないんですよ。6年で1個少なすぎだろうとか思ってるんですよ。なぜ正しく着ないといけないのか、では正しい着こなしとはどんなものなのか、これらをしっかり学んでいただいて、美しい制服姿で学生生活を送れるように準備をしていきます。では早速1つ目、まずは見た目の大切さについてお話をします。たったの6秒で決まると言われています、はい、この短時間で他人に自分がどんな人なのかを判断されると思うと恐ろしいと思いませんか。そしてその印象を決める最大のポイントは目から入ってくる情報、要は見た目です。これに一番左右されると言われています。図書室ガイダンスの私の方から簡単に説明をしたいと思います。図書室について、皆さん図書室って行ったことを、前先生行ったことあるかな、本館8階にあります。ご覧いただきましてありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、で心電図を撮ったりとかね、まあ、健康診断みたいなものがあったりとか、あとはこう身分証の写真撮影があったりとか、あとは図書室ガイダンスであったりとか、あとはあの先生方とね、こうホームルーム、まあ、ロッカーの使い方とかもね、あのというのもすごい丁寧にあの教えてくれるっていうのはこの2日間の内容でした。であとはね、こうプロの、ね、方を呼んで制服着こなしセミナーっていうところでね、やっぱりこう私もね、自分の息子が今私立の中学校に通っているんですけれども、なかなかそういうところまでケアしてくれないよなっていうのがやっぱすごくあったので、やっぱ今日聞いててやっぱすごくいいなって思いました。まあ、ちゃんと着ることこそかっこいいっていうような形のね、伝え方で、なんかすごくやっぱいいなって思いました。なので、まあ、今本当にね、何気ない日常をね、ご覧いただいたんですけれども、やっぱりその先生方のね、こう生徒さんに対するお話の仕方とか、その実際こう生徒さんがガイダンスで行われるその中身っていうんですかね、っていうところがやっぱすごく、なんていうのかな、こう、新入生を安心させる。まあね、自分で言っちゃうのもなんかあれかもしれないですけど、やっぱりこう、自分の息子がね、去年の今頃に中学1年生としても私立の学校入ったんですけども、もちろん今私もね、その息子の通う学校にも大満足ですし、すごいよくやっていただいてるってすごい思うんですけれども、それでもやっぱりこう比べてみると、なんかこう、なんていうのかな、こう、なんて言ったらいいんだろう、なんか表現が難しいんですけど、なんかこう、なんかね、あの痒いところに手が届く感っていうのかななんかあるなっていうのはすごくやっぱり思いました。で実際のこの配信の中で、あの前半30分は、ね、中学入試の方向けで、後半30分今ご覧いただいている皆様が、まあ、高校入試向けっていうところにはなっているんですが、ちょっと、ね、もしあのお時間があればね、あとこれアーカイブ残るので、同じような内容を中学生の方のも撮影したって見ていただければわかると思うんですけれども、なんていうのかな、中高一貫の良さっていうんですかね、中学生に対する先生の接し方、
それから高校生に対するセンス接し方と全然違うんですね。で、それがなぜ成し遂げられるかっていうと、やっぱり日頃中学生を知ってる先生が高校を見ているので、なんかこう距離感がやっぱすごくいいんですよね。こうなんか近すぎず遠すぎず、なんかこう なんか自立なんて言ったらいいんですかね。なんかちょっとうまく表現できないんですけど、とにかくそう距離感が絶妙で、こうなんかうまくこうプライドをね、あの持ってもらいつつ、でも本当に困って先生って来たらどうしたのっていう形でこうグッと距離が近寄っていくっていうようなことができてるなっていうのをすごくやっぱり思います。なのでちょっと今の動画だけだとなかなかうまくね、あのこう今お伝えしたことがねちょっと伝わらないと思うんですけれども、なんかこれからね、あの週1回行わせていただく学校説明会の中でもね、このあたりの中学生を知ってるからこそ高校生とうまく接することができる先生たちっていうのもね、見ていただこうかななんて思っていますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、9時までと言いながらすいません、6分も過ぎてしまいました、申し訳ありません。じゃあ今日はね、あの以上になります。